スーザナ・デュイムは、ベネズエラの女優、テレビ司会者、モデル。1955年、ミスワールドで優勝。父エイブラハム・デュイムは、オランダ領ギアナのユダヤ移民。油性を専門とする技術者。母カーメンズ・ビラーゲは、ベネズエラ人。1936年8月11日、アンソアテギ州アラグアでバルセロナに生まれる。カラカス出身とする資料もある。 1950年までアルバに暮らす。そこで、英語、パピアメント語、オランダ語を覚える。サント目にあるメネグランデオイルカンパニーの学校を、卒業。その後帰国、カラカスに暮らす。1955年7月9日、ミランダ州を代表して、ミスベネズエラ1955に出場。優勝。1955年7月22日。 ミスユニバース1955に出場、トップ15に残る。1955年10月20日、ミスワールド1955に出場、優勝。ミスワールドの参加費用については、名オのカローラレバランデベーレンスに援助を請う。ミスワールドはこの年から公式のクラウンを使用。彼女は、体感された初のミスワールドとも呼ばれる。ただし体感したのは、 ミスワールド1954のアンティゴネー・コスタンダではなく、英国の女優、ユーニス・ゲーソン。スエズ運河をめぐって、エジプトと英国の間に緊張が高まっていたため、コスタンダは出席できなかった。賞金500ポンド、銀のトロフィー、コンバーチブルを受け取る。帰国前にパリに滞在する。スタイリストのアレクサンドルでパリにスタイリングしてもらい、 デザイナーのオレグカシーニのモデルを務める。髪型が気に入らなかったのか彼女はすぐに元に戻したため、フランスの雑誌パリマッチにカーメン・ラサルバヘというあだ名をつけられる。1955年11月1日、カラカスの空港に降り立つ。ミスコンジョーとしての肩書きは、女優及びテレビ司会者としてのキャリア開始に寄与した。アレパの一種に、レーナ・ペピアだというものがあるが、これは、 スーザナにちなむ。ペピーダズは、カービーな女性のニックネーム。2016年以降ヌエバイスパルタ州のマルガリータ島に暮らす。2016年6月18日、脳卒中により死去。去年79、米国の俳優ジョージ・ハミルトンと交際したこともあるが、結局アルゼンチンの編集者、マーティン・チャーティーと結婚。3人の子を設ける。 1983年11月17日、娘のキャロライナ・チャーティは、ベネズエラを代表して、ミスワールド1983に出場。ありがとうございます。